こんにちは、はるです。今回は画像や図形をまとめて選択するときに役立つショートカットキーを練習していきます。実務においてはワークシート上に画像やグラフ、図形やテキストボックスを挿入して操作マニュアルを作成したり、提案書や報告書を構築したりすることがよくありますよね。ただこうした過程において、すべての画像の配置を調整したり、図形を同じ書式に編集したいとなったときに、 Excel におけるオブジェクトの選択には意外と工数がかかります。最もオーソドックスなやり方は、キーボードのコントロールキーを押しながら一つ一つクリックしていく方法です。画像の数がこの程度であれば一個一個選んでいってもいいんですが、多くなればなるほど選択の手間も増えてしまいます。そんな時にオブジェクトの一括選択としてよく知られている方法は、ジャンプ機能を使ったやり方です。コントロール G もしくは F5 キーを押して呼び出せるこちらのメニューから、左下のセル選択をクリックして、選択オプションからオブジェクトを指定して実行すると、ワークシート上の画像や図形をまとめて選択することができます。関連してオブジェクトの選択機能を使ったやり方もあります。ホームタブにある検索と選択のメニューから、オブジェクトの選択と書かれた矢印のアイコンをクリックすると、マウスカーソルのポインターが十字から矢印に変わります。この状態で左クリックをしながら任意の範囲を選択すると、その範囲に含まれるオブジェクトを全て選択することができます。ちなみにこのオブジェクトの選択モードはエスケープキーで解除することができます。ジャンプ機能もオブジェクトの選択もとても便利なアイテムではありますが、そもそも Excel はあくまで表計算ソフトなので、画像や図形を PowerPoint のようにサクッと選択しようとすると結構時間がかかってしまうんですよね。そこで今回はワークシート上に存在するオブジェクトを一瞬で全選択する方法をご紹介していきます。画像や図形の配置や書式をまとめて編集したいシーンで大変有効に使っていただけるテクニックですので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。有益なスキル講座を見逃したくないという方は、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それではやっていきましょう。作業としては非常に簡単です。最初にどれでもいいのでオブジェクトを一つだけ選択します。そして半角 A 字モードでコントロールキーとシフトキーとスペースキーを同時に押します。するとワークシート上のすべての画像が一瞬で選択されます。今実行したコントロールシフトスペースは、特定の画像や図形を指定した状態で半角 A 字モードで操作すると、すべてのオブジェクトを選択してくれるショートカットキーです。ちなみにセルを指定した状態で実行するとデータが入っている部分を全選択してくれます。さて、勘のいい方は気づかれたかもしれませんが、 Excel において特定の範囲を一括選択するコマンドは他にもいくつかありますよね。最も有名なショートカットキーはコントロール A の全選択です。そこで先ほどのコントロールシフトスペースと同じ手順で、一つだけ画像を選択してコントロール A を押してみます。すると同じように画像がまとめて選択できました。改めて考えると確かにそうだよなと思えるエッセンスですが、冒頭にご覧いただいたジャンプ機能とオブジェクトの選択の陰に隠れて意外と知られていない手順ですので、この機会にぜひ押さえておきましょう。こうすることで図形やグラフの配置や書式をまとめて調整することができます。なお、一括選択した状態でコントロールキーを押しながら左クリックで指定していくと、不要なオブジェクトを選択対象から外すことができます。またこの状態でエスケープキーを押せばオブジェクトの選択が全て解除されます。合わせて覚えておきましょう。以上のように今回はワークシート上に存在するオブジェクトを一瞬で全選択する方法をご紹介しました。画像や図形、グラフやテキストボックスの配置や書式をまとめて編集したいシーンで大変有効に使っていただけるテクニックですので、皆さんの日々の業務に合わせてぜひ試してみてください。そして今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。